端を書くだけ書いて身の程知らず生きてきたんだ。どうにかなると肩をくくってさあさあストップ持って山へ行こう。できるだけ遠くほとぼりがすっかり冷めてしまうまでこいつを隠せる穴を掘ろう。人に聞かれたら明るい顔で元気でいると答えておくれ。人のために犠牲になっても嫌な顔ひとつしないでいるとさあさあスコープ持って山へ行こう。できるだけと枯れないよ跡形もなくすっぽりこいつを隠せる穴を掘ろう。隠せる穴